佐藤あたらが世界を席巻 IMP のチームメイトも絶賛する彼の魅力とは佐藤あたらからコメントをお届け。中国武漢で開催され、世界中からメジャーな音楽グループや歌手が集結するストロベリーミュージックフェスティバルの公演前の日本のグループ IMP の佐藤あたら。その規模は非常に大きい。佐藤あたら、 またはみんなが親しみを込めて呼ぶ荒地。彼の名前は今や音楽界で輝く存在となっています。その人気は日本国内にとどまらず、世界中で熱狂的なファンに支持されています。IMP というグループの一員として、佐藤あたらは個性的な魅力を放ち、数多くのファンの心をわしづかみにしています。彼の音楽は、 人々の心を打つリズムと深いメッセージで満ちています。そして、その魅力は彼の外見だけでなく、彼の才能や人間性からも発散しています。彼の初めての海外パフォーマンスは、彼のキャリアにとって重要な節目となるでしょう。その瞬間に向けて、ファンは彼にエールを送り、彼の成功を祈っています。 その成功は単に個人の栄光にとどまらず、彼のファン全体の誇りとなるでしょう。彼のファンは彼のパフォーマンスだけでなく、彼の人間性にも魅了されています。彼の自信に満ちた態度と、常に前向きな姿勢は、多くの人々に勇気と希望を与えています。彼はただのアーティストではなく、ファンにとっては心の支えであり、ロールモデルです。 彼の魅力は言葉や外見だけにとどまらず、彼の音楽にも現れています。彼の楽曲は、人々の心に響く深いメッセージを持ち、聴く者に感動と喜びを与えます。彼の音楽は、彼自身の人格や経験から生まれたものであり、その真実味が人々を引きつけます。彼の成功は、彼の努力と情熱の結晶です。 彼は日々の練習と努力を惜しまず、常に自分自身を向上させるために努力しています。その姿勢は彼のファンにとっても励みとなり、彼の成功に共感し、喜びます。佐藤あたらの魅力は彼の音楽だけでなく、彼自身の人間性や才能にも現れています。彼のファンにとって、彼は単なるアーティストではなく、心の支えであり、 希望の象徴です。彼の成功は彼のファン全体の誇りであり、彼の未来への期待です。彼の魅力的なパフォーマンスと、彼の人間性から放たれる輝きは、彼のファンにとって永遠のものです。彼の成功は、彼の音楽が人々の心に永遠に響き続けることを保証します。そして、彼のファンは彼の未来に期待し、 彼の成功を心から祝福しています。佐藤あたらの輝きは今後も世界中の人々を魅了し続けるでしょう。彼の音楽は人々の心に永遠の記憶と感動を残し、彼のファンは彼の成功を心から祝福し続けるでしょう。佐藤あたら、世界中のファンがあなたの成功を心から祈っています。あなたの音楽は人々の心を打ち、 永遠の感動を与え続けるでしょう。あなたの未来に期待し、あなたの成功を心から祝福しています。里を当たら、世界はあなたの才能と魅力に浸水しています。あなたの音楽は人々の心を満たし、永遠の感動を与えるでしょう。あなたの成功を信じ、あなたの未来を楽しみにしています。あなたの成功は、 あなたの努力と情熱の結晶です。あなたの音楽は人々の心に永遠の感動を残し、あなたのファンはあなたの成功を心から祝福しています。新しい音楽祭の舞台へ、私たちの注目は一つだけに集まります。その名は佐藤アータラ、新さと。彼の IMP に対する情熱は言葉にするだけでは表現しきれないほどです。 そう、彼こそが今、世界で最も輝かしい存在の一つです。あらち、その愛称で親しまれる佐藤アタラは、日本の音楽シーンですでに多くのファンを魅了しています。しかし、今回は初めての海外パフォーマンス。その準備は整いました。ファンは興奮し、期待を高めています。そして、その舞台裏で何が起こっているのか、 私たちは想像するしかありません。新しい挑戦に臨む彼の姿は、ただかっこいいだけでなく、励ましとエネルギーを与えてくれます。彼のファンは、彼を日本から応援するだけでなく、その独特の魅力と才能を世界中に広める手助けをしようとしています。彼らの心は、彼の音楽とともに世界を旅し、新たなファンとの出会いを待ちわびています。 日本の音楽シーンにおいて、佐藤渡良はすでにカリスマ的な存在です。彼のパフォーマンスは、聴衆を魅了し、感動させます。そして、今回の海外での舞台は、彼のキャリアにおける新たな一歩となるでしょう。彼の顔立ちはまさに芸術品のようであり、彼のパフォーマンスは美しさと才能の融合です。彼のファンは、彼の音楽だけでなく、 彼自身の姿勢や情熱にも惹かれます。その魅力は言葉では言い表せないほどです。そして私たちの応援は止まりません。彼が新たな舞台で輝きを放ち、多くの人々に感動を与えることを願っています。彼の成功は日本だけでなく世界中のファンの願いでもあります。佐藤あたらの音楽は単なるメロディーや歌詞ではありません。 それは魂を揺さぶり、心を打つものです。彼のパフォーマンスは、ただ聞くだけでなく、感じることができるものです。あなたは、佐藤あたらの音楽に触れたことがありますかもしまだなら、彼の音楽に耳を傾けてみてください。その美しさと情熱に触れることで、新しい世界が開けるかもしれません。そして、 あなたも佐藤渡良のファンになるかもしれません。その魅力に惹かれ、彼の音楽に心を奪われることでしょう。佐藤渡良の音楽は、私たちに新たな希望と感動を与えてくれます。彼の才能と情熱は、世界中の人々を魅了し、彼の音楽は永遠に心に残るでしょう。さあ、新しい舞台への挑戦を支えるために、 私たちは彼を一緒に応援しましょう。そして彼の音楽が世界中の人々に届くよう一緒に手を差し伸べましょう。彼の成功は私たちの応援と愛情によって支えられています。佐藤渡良の輝かしい未来に心から祈りを捧げましょう。彼の音楽が世界を魅了し多くの人々に感動と喜びを与えることを願っています。 そして、あなたはどのように佐藤あたらの音楽に触れましたか彼の音楽があなたの心にどのような影響を与えたか、シェアしてください。彼のファンとして、あなたの体験や感想を共有することで、彼の音楽の魅力をさらに広める手助けをしましょう。ストロベリーミュージックフェスティバルは、大手音楽プロモーターのモダンス・カイ・エンターテインメントが運営する中国の老舗音楽。 フェスティバルです。このフェスティバルの主な開催地は北京で、ここ数年はやーやーヤーズのようなバンドが主催しているが、上海、広州、武漢、樹海、生徒、そして私が参加した泉州市でもスピンオフが開催されている。先週は福建省の港湾都市で、多くの中国人の祖先が時間をかけて南シナ海と台湾海峡を越えて台湾、シンガポール、 その他東南アジア各地へ移住した拠点として最も有名です。ふさわしく、今年の先週フェスティバルのバンドのかなりの割合が台湾出身でした。この街の雰囲気は中国本土の他の場所とは明らかに異なり、かなりリラックスしたフェスティバルを体験できたと思います。